とか。そして野保さんが今300を通過しました。さあトップとしんがりのレベル差は、200、やはり少しずつ詰まっているという感じと、さあ野保さんも一時の地形から出し、ピンチを出した模様。カンさんと SPR さんはもう綺麗な地形で攻めている。サルさんも綺麗な地形だ。さあさすが決勝に進出して4名という格好。さあ野保さんの逆上がりが決まった。さあここでサルさんが300を通過。さあ野保さんちょっと崩れているような格好になっているので、さあサルさんがちょっとずつじわりじわりと詰まっている、詰めている格好になっているのが。さあ SKR さんが今200を通過しました。そしてカーンさんは今220という格好です。さあ野保さんもだいぶ修復してきている地形を。さあまだまだまだ序盤戦前半、野保さんが今400を通過。さあここから先どうなるか予想がなかなかつきません。さあサルさんも少し地形が乱れた。あとを追っかけるカンさんと SPR さんはもう万全の体勢。さあ野保さん430、そしてサルさん390といった格好。レベル差がすでに40程度になっているか。サルさんが今400を通過。トップとの差は40。おー SQR さんが窒息。 SQR さん283、見てなくて何が起こったか分かりませんでした。残念ながら脱落という格好。さあ3名の残り3名の争いということになりました。カンさんが今レベル340、トップのノンホさんが475、サルさんが440。カンさん、オレンジの逆上がり。さあ今野保さんが500を通過しました。さあサルさん470、その差30、少しずつ詰まってきている。サルさん野保さんを捉えられるか。そしてカンさん今400を通過。さあトップとシンガリマネの差は120といった格好。さあ今サルさんが500を通過しました。さあしかし注目したいのはカンさん。カンさんはもう地形もう全く乱れていない格好で、これは後半楽しみ。やはり1位通過強い。野保さんもだいぶ地形が整形されてきて、さあ復活してきているか。さあちょっとカンさん隙間はできているが、これをねじ捨てて修復するところが、まあ、カンさんのプレイングといった格好か。カーブずらし力して地形戻した。さあ野保さんがもうすぐ600に突入するか。さあカンさんが今500を通過しました。さあ野保さんがちょっとレベルストップで苦しんでいる。その間にサルさんがじわりじわりと詰めているぞ。589だ。このレベルストップは少しかなり痛い。さあ今トップの野保さんが613の地点でサルさんが600を通過しました。そしてしんがりのカンさんが540。さあ先ほどの600のレベルストップで若干というかかなり差を詰められた格好の野保さん巻き返したい。地形は悪くないのでこの地形を維持したい。さあカンさんは少し、さあこれは大丈夫なのかという感じだが、いやこれも大丈夫なんです。これが大丈夫。ああしかしちょっと角が噛み合っていないか。さあ今600を通過した。おっとサルさんが、サルさんが野保さんに追いついたかと思われたところで、じゃかなり高いところでミスしてしまった。さあ野保さんがこの隙に突き放す。さあ
これは分からない。これは700を通過。今回はレベルストップのロスなしで700を通過しました。さあサルさんもここは700を通過。レベル差10程度、かなり上位2名の差は詰まっている。そしてカンさんは今レベル650。モホさん画面左上、サルさんが画面右上、カンさんが右下という、ポジションです。さあまだ、モホさんがリード、サルさんの方が若干地形が高い。さあこの一つと紫がいやらしい友だ。ノホさん逃げ切れるか、サルさんが捉えるか、そしてカンさんの大外まくりがあるか。カンさんが今700を通過。さあ上位陣とのレベル差は500。いや500じゃない、50500はね。さあサルさん大外高い、地形高いがまだ大丈夫か。うわーノホさんが、ノホさんがちょっと走っていった。ノホさんまだ、いやー789で窒息してしまった。頑張っていたんですが残念です。さあ残り2名、カンさんかサルさんか。今サルさんが800を通過、カンさんは760。この40の差を200で詰められるか。さあしかし地形を見る限りではカンさんはもう盤石の構えで追いかけている。サルさんは少し乱れている、穴が結構残っている感じで地形残っている。 S8 を通過、 S 級ランクには届くそうかという感じ。今カンさんが800を通過、レベル差40から50、レベル差的にはちょっと少々苦しくなっている。これも緑をねじ伏せた。サルさんが今860。さあしかし上の方で、画面上の方で一列消しが続いている。ちょっとレベルが上がらない、レベルじゃないランクが上がらなくて S8 のままだ。さあ S 級に届くか届かないかという感じ。さすがにまだ100はあるから心配はないかもしれないが、どうなるんだろう。さあサルさんが、さあサルさんがレベルストップでもたついている間に、さあカンさんが890まで追い上げてきた。さあ一気にレベル差10まで詰まってきた。猛烈な追い上げ。さあこれはもう、さあ地形的にもカンさんはもう盤石の構え。さあ追い上げて並ぼうかとしている。さあカンさんレベル925、サルさん930という格好で、もう追いつくか追いつかないかという格好だ。あこれはちょっと若干オレンジでミスあったが、これはしかしさほど問題ではないのか。950を通過した。まだわずかにサルさんはリードしている。先ほどのようなミスがあるので、何が起こるかまだわからない。さあ970通過もまだサルさんの方が先だ。さあこれは逃げ切れるか、サンさんが捉えるか。980を通過、980、ここでカンさんかわしたかもしれない。さあどっちだどっちだ。さあお綺麗に2列残して、カンさん GM、 そしてサルさんは S 級だ。先にクリアしてもダメだった。121000点、5000点ほど足りなかった。オチがついてしまった。